始まりました。はい、始まりました。吉彦チャンネルです。はい、はい、今日は大先輩ですね。大先輩で、はい、やっぱり日本で初めてメジャーリーガーに帰った、はい、誰でしょうか。いや、マシ村上さんですよ。はい、はい、ありがとうございます。最近はアジアでって言ってるよ。アジア、アジアで。そういうことね。これね、せーの、本日のヨロピコ、コナンに負けないプレイボール、ヨロピコ。お土産です。あ、そう。はい、福岡で有名な居酒屋がありまして、ね、そこ の焼きサバ高菜といいまして、我々 YouTube 声優で作っていただいているものなんですよ。で、おにぎりだったりパスタだったりチャーハンだったり何でも合いますんで、ぜひお土産でお持ち帰りいただければと思って。嫌いじゃないですよね。誰からのお土産うちの吉彦ちゃんっていう方です。山口さんからですか。もうそうですという感じで、とうとう来ていただきましたけど、うん、そうだね。はい、そらメジャーリーグの一番最初の方ですから、ね。パイオニアですから。はい、いろいろ聞きたいって言われてましたもんね、吉彦さんもね。え、俺だから、いろんなことあるから。何が。いやいや、サインバットくれなかったって言われてますけど。いや、頼まれてないですよ、僕絶対に。まあ、多分頼んでないんだけど。そうだね。でもね、俺ね、言っとくけどね、広島カープって大好き。ああ、そういうのも、はい、なんていうんですかね、プロで入ってね、はい、初めてキャンプを張ったのは広島のプレなんですよ。そして今になってみるとね、いいところは広島のカープの人間はね、選手たちね、礼儀正しいんだよ。あ、もう先輩が良かったんでしょうね。はい、うん、でちょっとなんで、いや、それは伝統ですよね。はい、もなんかね、先輩がいいですよ。言ったらね、はい、なんとなくこの体した感じ、なんとなく選手の OB じゃないかっていうのを感じたらね、もうね、ジャーッつって。いやいや、感じたら分かるんだよ。いや、まあ、分かるんだよ。分からないよ。いや、分かりますから。そう、はい、やめてください。自分がどれだけ有名かっていうのは自分で知らないだけで、すごい有名ですから、うん。いやいや、私はもうその辺のもう、いやいやいや、好きですからね。いやいやいや、生活もやっぱり長いですよね。うん、まあ現役は20年だったんですよ。ですよね、20年もやられてて。だから、これどういう話を聞くわけ。聞いてって。え、聞いてって。だから、はい、なんかどうしたんですか。いやいやいや、リラックスすぎますよ。いやいや、でもね、結構ね、現役、あのコーチやって現役の時から結構話してもらって、うん、ああ、そうだったんですね。意外とね、はい、なんかさっき話したら北海道生まれで、はい、なんかこっち来たってね、はいはい、意外とそのなんていうかな、接し方がいい、はい。だから広島のカープの教育も良かったんじゃないかな。あ、うん、なんで人間性じゃなくて。カメラの窓とかで褒められてますけど。いや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 、あとからどんなこと出てくるんだから。まず山梨の生まれで。そう、そうなんですよね。で、お父さんが柔道部に進めたと。私が生まれたのはね、19年ね、はい、5月6日、はい、日にちで言うと、はい、13歳年上がウィリー・メイズっていう。いや、すごいですよね。うん、まあ、660本もあったね、はい、サンフランシスコ・ジャイアンツのセンターでね、はい、メジャーの歴史の中でもベスト10に入るような選手なんだけど、はい、誕生日は一緒でも給料が違いましたからね。まあ、それで私ね、はい、親父がもう生まれる時にね、満州へ抑留されたんですよ。はい、でソ連が参戦してきてね、はい、戦車網っていうの部屋があるでしょ、はいはい、ここが戦車が来るでしょ、はい、それをね、こういう風に掘るんだって。戦車が登れないように、はいはい、それを掘ったなんかしてね、はい、やった、うん。で、その頃になんか怪我をして入院してたらしいんですよ。そしたらフィリピンの方の戦争がすごくなって、で、なんか甥っ子がなんかちょっと偉かって、おじさん、すぐフィリピンの方へ行くったら俺は病気で寝てるからやめるわって言ったから来て帰ってこれたんだけどね。うん、そして終わったらすぐソ連で捕虜になって、はあ、それで2年半ぐらいですかね、捕虜で、はあ、偶然にも前鶴港かな、はあ、5月6日に誕生日に引き上げてきて、それで引き上げてきてから初めて家で親父の顔を見たの。うん、生まれる時は
主はいなくて、はいはいはい、それで会ったんだけど、それから何日かしたらもう何回やって失敗したらバチンバチン叩かれて、ね、怖くて物を言えなくて、はい、でだけど小学校のね4年生の時ソフトボールの野球やりたくてさ、入って上行ったら OK だ、小学校だけだぞってね、それで入ったけどグラブないやね、はい、で倒れないのよ怖くて、はい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 、そしたらちょうど父親があの甲府の方に出張があって、その時に姉がね、はい、じゃあね手紙書きなさいと、はい、手紙書いてそーっとね、いつもこっちが先寝てるのにね、父親寝てから、ね、枕元でほっといてね、寝て寝て朝起きたら出かけてたらいたんだけどね、はいはい、で帰ってきたら僕は豚の皮で、はい、僕は綺麗でできたね、うん、グラブです。まあそれでやっと野球やったんだけど、中学に入ったら体を鍛えるために柔道やる、はい、だから野球なんてよく知らないから、はい、まあ、3ヶ月やったんですよ、ね、柔道ですね、柔道、投げ技、受け身とか、はい、そういうのは覚えた頃にもう向いてないからやめて、それで2年の時に転校したんですよね、はい、サラハシという日本三基の上にある学校に移って、はい、それで2年の9月に親父に内緒で野球部に入って、はい、ああはいはいはい、後でね、はい、練習してたらグランド横切って教室入ってったのよ、はい、やめて、はい、どうしたら何十年もしたからその監督にね聞いたの、あの時監督どうでしたって、これはお前の親父が倒れるかと思った、父親は戦争で満州行ってるでしょ、負傷兵いっぱい見てるね、はい、だからね大きくなったらね外科医したかったみたいな、だから勉強してね医者になるというのがあったらしいんだけど、自分はそうじゃなくて野球好きだからプロで入る気なんかなかったんですよ、はいはいはい、中学で3年の時に初めて市で優勝して、それがちょっと知れ渡って、法政二高のね当時田丸監督って言ったの、はい、あの人になんか田舎の人が伝えたるみたいでね、はいはい、じゃあ連れてこいよと、ちょっと練習して15球ぐらい投げたかな、その時は柴さんが先輩がね、柴田勲さんのジャイアンツで、ね、柴さん投げて、それで15球だったらもう OKOK っつって言って、村上君な2月だったかな、いわゆる試験があるから、うん、だから来ないかって言うんですよ、うん、うちの母方の祖父がね慶応ボーイなんですよ、で野球は知ってて、はい、うちの親父マルキースポーツは関係ない、はい、全然知らないの、うん、で帰ったらもう法政二高強いから、うん、入れたらで法政二高帰ってきたら監督の浜田監督が柴さんに、柴田お前ちょっとだ外野の練習の人もともとピッチャーですからね、はい、柴さんね、はい、うん、言ってね、はい、速いボール投げたから、はいはい、だけどまだ1年きり野球やってないでしょ、試験をね、うん、だからもうこっち行ったらこっち行ったらって、うん、そんなピッチングやったんだけど、コントロールがあって、まあ、あのスピードは柴さんであったんだけど、はい、あの人はもうテクニックが良かったからね、あでも高校3年の時はもうどんどん踏んだり蹴ったりも、全国夏の大会の時にやっぱり育ちがいいんだろうね、監督が村上君どうするって来たんです、ベンチ入りするかどうかってことで、あ、もう監督に任せる、あ、そうか、お前まだチャンスあるから、じゃあ2年生のピッチャーのさ、ベンチ入れて、うん、ゲームでは出れないような感じよ、はい、だからあの時、あ、入りたいですって言っときゃ欲がないんだ、それで入れなかった、また全国制覇ね、はい、で、この春の時にはベンチ入りして、うん、で平安高校に2イニングだけで抑えて、はいはい、でその年また優勝してメダル持ってますけどね、うん、でそのあと夏の大会もね、はい、もういいピッチングしたの高校で、うん、はい、でフォアボールも減ってきてね、はい、前はもう投げたら9回投げたら7つも8つもフォアボールっていう感じでやったんだけど、だんだん良くなってきて、はい、で弱いチームだったらもう5回とか7回コールドあるでしょ、はい、三振10個とか12、3個はいつも取ってたんですよ、そうですね、ところがその大会の神奈川県大会の入場式やって帰ってきた時に、まあ、監督にどうしますかって、ピッチングだけやっとけっていうか、はいっつってやって終わろうと、あと3球なんて言ったら、うん、おいこっちで1箇所投げろって、うん、1番2番3番ピッチャーなんて骨折で終わり、おろおろ、それで45日休んで、で秋の大会あるでしょ、はい、だけどやっぱりしっくりこない、そんなにやってないからね、はいはいはい、悪くて準決勝ぐらいかな、慶応高校に負けちゃったと、うん、で春の大会が良くなって慶応高校に投げて、2安打3安打で完封してね、これは夏はいけるぞと、はいはいはい、あの頃鎌倉学園、はい、竹之内っていたの、あ、竹之内、もうあれお道義だから、ね、あの3つぐらいが感じ強かったから、うん、で行ったら大会のね、始まる大会の3週間ぐらい前に、うん、食あたりで、はい、1週間もの食べられなくて痛くて、うん、1週間食べられなくてね、でも食べるともうすぐお腹痛くて、でお医者さん呼んだら内緒にしていきましょうって、うん、
だいぶなんかきつかったみたいな。あで個人的に1週間休んで、それからあと2週間、はい、自分で他のところでグラウンドをね走りながら体を鍛えて投げたんだけど、まあ1回戦2回戦下がるんで、それで準決勝で KO ですよ。で絶対押される、もう春の体だった、はい、ところがマウンド上がったらもうね、もうほら真夏じゃない、うん、これで連投みたいじゃない、うん、膝がもうワクワク、ね、力入らなくなって、はい、でそこで打たれて負けちゃった。あだから高校の時はもう本当にね波乱万丈とかですね、うん、うちの子もね、プロ野球なんて大変だと思うからね、ちょっとねって言ったんだよね。はい、うん、で帰り際に入ったらアメリカに行かせてくれるっていうホッと買った。あうん、それで、まあ、3月10日にね、うん、飛んで、でサンフランシスコの飛行場、はい、あの空港の上をダウンタウンとかする、はい、なんかアルバイトしなきゃいけないのかなと。焼きサバ宝のですね、今日はですね、味市遥さんの方にですね、うん、焼きサバ宝パスタ作っていただきましたんで、これね、はい、はい、あ、美味しそう。はいはいはい、ちょっと食べてみてくださいよ。しそをまずもらってですね、ご家庭でもですねこんな感じでやっていただければいいかなと思うんですよね。いい匂い、焼きサバ高菜パスタ合いますよね、ビールを飲みながらね。ああなるほど、プロ野球を見ながら、うん、抜群やね。ああこの夏はそれで乗り切ろうということですね、うん、サバが引き立つということで、ゆしこさんの焼きサバ高菜パスタの食レポです、うん、レッツゴもご視聴ありがとうございました、チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。それではゲームセット、次回もよろしく。